一人でも欠員が出たらアーニャさんが降格。でももし一人も出なかったら。茨姫、なぜこんなところに。命いただいても差し支えございませんでしょう。俺には6歳になる息子が。俺が死んだら学校に行けなくなってしまうんだ。すみません、それが狙いですので。え、アーニャさんの繰り上げ合格のためにお亡くなりください。ヨルさん。いえ、なんでもないです。ごめんなさい、生贄エルさん。